ほう、うまい。父上にも召し上がっていただきたいものだ。越後の酒がまずいはずもないだろう。だが信玄のやつめには頼まれても振る舞わぬぞ。ではなぜそれを信玄のこたる私に振る舞った？そなたには馳走してもよいと思ったからよ。父親とは違い実直な男と見えたのでな。信玄めの敷く道は邪道よ。そなたのような者が歩むべき道ではないと常々思っていたのだ。知ったようなことを。いかに邪道とそしられようと、父上の敷く道こそが武田の進むべき道よ。父上の敷いた道に父上の掲げた理想を示す、それが私の果たすべき唯一の使命なのだ。面白い。やはりそなた、あの男の小せがりにしてはいささか実直すぎる男のようだな。やはり私では力不足だ。武田のため私にできることはもう何もないのか。武田殿、思い詰めては体に毒。そろそろ一息疲れては。ああ、すまぬ。つまらぬ愚痴を聞かせてしまったか。今のは聞かなかったことにしてくれ、弥助。武田殿の考え、理解できます。私も信長様のためできることは何でもしたい。すぐにできることがなくても強い志があればいつか何かできます。必ず。乱世は志だけでは収められぬもの。私に力がないのは確かなのだ。力がなくとも努力はできます。今は臥薪して昇誕しましょう。そうだな。かたじけない、弥助。少しばかり気が楽になった。